スパイダーマンより眠りから覚めよ。鉄十字軍団が動き出そうとしている。地方には最大瞬間風速40メートルの強風が吹き荒れたが、夜明けとともに風はピタリと嘘のように収まった。タクジー、早くしないと学校に遅れるわよ。どうしたの、姉ちゃん。クモ、どうしたんとこに。クモ、クモ、いないじゃないか。いない。どうしたのかしら。最近急に雲が増え、タクジあんたの仕業ね。え、お姉ちゃんが雲嫌いだと思ってわざとにやってるんでしょ。違うよ。あら、ひとみさん、おはよう。早いわね。商売商売。誰は？お兄ちゃん、まだお休み中。ほんとに寝坊ね。起きてよ。いつまで寝てんのよ。目が腐るわよ。さあ、早く着替えた着替えた。早起きは三文の得っていうの知らないの？知らないね。事件が起こったのよ。テレビのニュース見なかった？そっか、寝てたんだもん、見るはずないわね。電車がひっくり返ったのよ。それが君と何の関係があるんだい？わからない人ね。私はフリーのカメラマンとして特ダネを狙ってるのよ。さあ、早くオートバイ運転してちょうだい。あなたレーサーでしょ。もっと速く走れないの？だからあなたはダメなのよ。何がダメなんだよ。お父様が殺されて怒ってるんだか悲しんでるんだか私にはさっぱりわからないわ。悔しくないの？電車がひっくり返った鉄橋はこの先よ。道路が封鎖されて近づけない。テレビのニュースでは何と言ってたんだい？昨夜の突風でね、東京湾から吹き上げた風が電車を転覆させちゃったんだって。乗っていた十数人のお客さんが怪我をして病院へ運ばれたそうよ。突風？こんな事故は初めてだって。電車が橋桁に引っかからないで川に落ちてたら大惨事になるところだってニュースで言ってたわ。果たして突風の仕業かな。昨夜のあのガリアのささやき、鉄十字団によって非業の最後を遂げた拓也の父、山城博士は今この墓地に静かに眠っている。俺は丹沢山中でスパイダー星人と名乗るガリアから信じられないような話を聞いた。だが私は死ななかった。毒蜘蛛の毒に耐えて耐えて耐えて生き続けた。400年間今を去る400年前、我々の住む太陽系を遠く離れた M77 星雲の第17星列に、地球によく似た平和な惑星スパイダー星があったという。その時、銀河系を荒らし回る異星人、モンスター教授の率いる鉄十字団がスパイダー星を襲った。スパイダー星を留守にしていたガリアが帰ってみると、スパイダー星を統率していたガリアの両親と姉妹たちは、父上、モンスターは必ず私が殺す。ガリアは
一族を皆殺しにした鉄十字弾を追って宇宙への復讐の旅に出た。そしてついに彼は憎むべき敵モンスター教授を追い詰めた。モンスター教授は地球に飛来し、そこを足場にマシンベムを開発し地球の侵略を企んでいた。その頃日本は戦国時代で、豊臣家と徳川家が存亡をかけ関ヶ原で戦っていたという。モンスター教授は関ヶ原の戦いに紛れ逃げ込もうとした。しかし執念の鬼と化したガリアは、ガリア、モンスター、貴様を殺す。父と母と兄弟たちの名において、貴様を倒す。笑わせるな、ガリア。そして復讐の時を待つのだ。乗れ、ガリア、あちらのことをやるよ。復讐の鬼と化したガリアは土の中深く渦巻いながら死ななかった。スパイダー製の1年は地球上の20年に相当するという。関ヶ原の戦いから400年の歳月が流れ、日本は変わった。しかし地底で冬眠中の雲のようにしぶとく生き続けるガリアにとって、地球の400年はわずか20年経過したに過ぎない。彼は20年間自分の後を継ぐ者を探し求めていた。そしてあの時、俺はガリアに助けられた。スパイダー星人の血を受けた君はスパイダーマンになれる。モンスター教授は400年の眠りから覚め動き出した。モンスターを率いる鉄十字弾を倒さぬ限り地球は滅ぶ。この地球を滅んだスパイダー星の二の舞にさせるな。鉄十字弾を倒すには俺の作ったマーベラーを使え。宇宙をさまよっていたマーベラーを俺は呼び寄せた。スパイダーマン、スパイダーマシン GP7 でマーベラーにドッキングして戦うのだ。俺の体内にはスパイダー星人の血が混じった。ガリアは俺の命の恩人だ。そのことを一生忘れない。400年の間、ガリアは苦難に耐えた。彼のためにも、彼の一族とスパイダー星を滅ぼし、そしてまた俺の父を殺した鉄十字弾を倒すことを誓う。見ていてくれ、ガリア。突風で転覆した電車に乗っていて怪我をした乗客の一人が変なこと言ってるのよね。変なこと？走る電車の中から不思議なものを見たんですって。まるでお化けみたいだって言ってたわ。ひとみちゃん。あら、お兄ちゃんも墓参り。今の話を詳しく。どうしたの、やぶから棒に。怪しいものを見た人は救急病院にいるんだな。え、そうよ。一周来るんだ。すぐ、早くしろ。は、何かあったよね。うん、なんだ君たちは。カメラマンですけども。捜査の邪魔だ。帰った帰った。怪しいものを見た乗客は殺されたあの人だったんだな。どうして殺されたのかしら。あの人から君が聞いたことを詳しく話してくれ。話すって言ったって。いいから話すんだ。あの人、昨夜あの電車に乗ってたんだって。
あの人そのことを警察に話したけど誰も信じてくれないってぼやいてたわ。今の話誰にも言うんじゃないぜ。彼は多分青白い不思議なものを見たために消されたんだ。え？君は彼の話を半分信じた。奴らが君のことを知ったら必ず襲ってくる。逃げろ、行くんだ。何言ってるの？行くんだ。大丈夫かい？何事よ。スパイダーマンにしてやられおめおめと逃げ戻ってくるとは。スパイダーマンめ、ガリアのやつが今あの際に己の命をやつに与えたに違いない。スパイダーマンを見つけ出せよ、必ず。君の兄さんったらひどいのよ。本当か兄さん、どうしてやつらと戦わなかったのさ。暴力は嫌いだ。だってひとみさんが殺されるところだったんじゃないか。ちっ。ねえ、あなたを助けてくれた蜘蛛人間？そう、その蜘蛛人間って一体何者？わからないわ。スパイダーマンって言うんだ。今度会ったらバッチリと写して特ダネを取ってやるから見てなさい。ガリア、鉄十字団が動き出すというんだな。奴らが第二の攻撃を企んでいるというのか。いつどこで？ガリア、どこでだ？ガリア、ガリア、どうした？あ、タクヤよ、我が400年の恨み晴らしてくれ。400年の間復讐の宿命を背負って、最後は蜘蛛にまで化身して必死に生き続けたガリアであったが、そのガリアも山城拓也に全てを任せ今生き絶えた。さよならガリア、俺はきっとやる。あなたの死を無駄にはしない。スパイダーマンは行動に移った。スパイダーマンは超能力を与えられている。その一つは普通の人間では知ることのできない動きをキャッチできる、つまり予知能力だ。
スパイダーマンは平和な宇宙を荒らす鉄獣時代を許せなかった。スパイダー感覚に感知あり、ついに鉄獣時代の動きを察知した。成田新東京国際空港への燃料補給車は高性能のジェット燃料を満載し毎日走っている。何者だ？マシンベム総統機。皆さん、チェンジ・レ
ワールド。ソードビッカースパイダーマンは戦わなければならない。父の仇とスパイダー星人ガリアの怨念と宿命を背負って、負けるなスパイダーマン。深夜のビルに黒い影が浮かび、窓に吸い込まれて消えていく。今夜も残されたのは空っぽの金庫と赤く記されたスパイダーマン参上の文字。果たしてスパイダーマンの仕業なのか。次回、怪盗001対蜘蛛男、どうぞお楽しみに。